はい、どうも皆さん、こんにちは。かぶくんです。えー、こちらはまた今日も朝が来てしまいましたね、本当に。なんでこんな朝くんの早いのかって起きるたびに思うんですよね。はい。ゆんママ様、よろしくお願いします。えー、っとですね、安藤美紀さんが、えー、サッカーを見ててコメントされていました。なるほど。えー、VAR 判定を見て、スポーツの進化を感じた。フィギュアではビデオ判定で、<coughs> 回転不足が映っていても、審判がそう判定しないことがあるとも、あ、そうなんですね。ビデオ判定で回転不足が映っていても、審判がそう判定しないことがある。なるほど。だから私は、ビデオ判定を気にせず試合に挑んでいた。なるほどですね。ビデオ判定を気にせずに試合に挑んでいた。これはなかなかの、えー、お話ですね。うん トップのプロの選手がビデオ判定を禁せずに試合に挑んでいた理由っていうのが、ビデオ判定でも回転不足だったとしても、審判バそが判定しないということがあるということですね。うん、でもことがあるっていうことはこともあるということなんで、つまりどういういことだっていうと、もう運なのかなってちょっと思っちゃいますね。まあ、この、この最近、フィギュアの、えー、ジャッジは運であるっていうね、ちょっと話がね。 出始めてますけど、なんかわかんない気もしなくもないなってちょっと思っちゃいます。これが苦手な人はビデオに映りにくいところで飛ぶと聞いた、おー、すごいですね。ちょっと濃いですよ、ね、苦手な人はビデオが映りにくいところで飛ぶ,こと飛ぶと聞いたことがある。サッカーのように、えー、精密に判定ができたら、もっと公平にチャッチしてもらえるのではないかとのことです。うん。あ、でもこれね、先生に言われましたよ、僕。あのー、リンク、こういうふうにありますよね。 で、こっちがジャッジ席だとしたら、アクセルはなるべくこっちでやった方がいいって言われますね。うん。だから、こういうふうに来て、こういうふうにやって。そっちの方が回転不足、取られにくいって言ってました。うん。えー、でも、真央ちゃんとかも確かこういうふうにやった気がするな。でも、真央さんは2回トリプルアクセルはこっちとこっちだから、まあ、あれですってのもね。ちなみに、スピンなんかも言いますとそれって。あのー、なんだっけ、あんまあ、ジャッジのそばでスピンやんない方がいいって。うん。 言っ,て言ってましたね。え先生が。プロが自分の体験をもとにおっしゃってるんで説得力ありますね。いや確かに。うん。ちょっとびっくりしましたね。あの本当にそういうことなってるのかなでも審判がそう判定しないことがあると。うん。なるほど。えー、マイク・バーティラさん。 どうもです。えー、途中のこのコメント、フィギュアスケートのとこなんですけど、えー、アイスタ t ですが、一度、伊藤みどりさんのトリプルアクセルの動画から測定したら面白いだろうなと思います。だって、あの飛躍力半端なかったですもんね。確かに。うん。まあ、アイスタ t で伊藤みどりさんのジャンプを測ったらどうなっちゃうんだろうっていう感じしますね。確かにね。男子、顔負けのジャンプですよ。うん。なので、ね、うん。 まあ、トリプルアクセル以外のジャンプも飛躍力半端ないですよね、伊藤さんは。松井さん、よろしくお願いします、えー。それはないよ。世界大会はそのままでいいです。えー、その他のあすの国の選手が見るのを楽しみです。あつまり、えーと、日本選手多く出したいんじゃなくて、えーまあ、このまま、まあ、日本は3人だけがいいということですね。いくら日本選手多く出したいのは分かりますが、えー、全日本大会を勝ち抜いたんだから、他の国もそうだから、今のままでいいです。 えー、カバさん、最初の挨拶しなくて失礼しました。あいえいえいえ、うん。まあ、確かにね。うん。まあ、でも、そういう気持ちはね、でも、いや日本強いからねってね、分かりますけどね。うん。まあ、逆に枠を増やしたら増やしたで、えー、もっともっと出たいっていうことになっちゃったりとかすると思うし、ちょっと分かんないですけど、うん。まあ、でも、足りないなってちょっと感じちゃうとってありますよね。うん。えー、松井さん。 カブ、えー、さん、こんにちは。またコメントを、狩山くんは、NHK の朝のニュースにもしかしたら出るかも。あ、そうなんですね。出るって、録画ですか。全日本の宣伝で出るかも。うん。えー、ソヨマさんも女子では、坂本美原さんも練習しているところですが、そこで狩山くんがどのくらいできるかがわ、えー、かります。とにかく全日本は楽しみです。えー、カブさん、自転車にお気をつけてください。 ありがとうございます。うん。でも日本は、日本よりは危なくないから、日本は怖いですよ。うん、うん。飛ばすから。それと、自転車の取り締まりが警察うるさくなってきてます。では失礼します。うん。そうですよね。そうそう。なんかね、ベルギーね、自転車専用レーンっていうのは結構多いんですよ。うん。まあ、これはフラーマン地域なんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、坂も、えっ、ー、と、鍵山くん、出るらしいですよ。ニュースになんか。うん。 あニ,ュースニュースに狩山君が全日本に出るかもということですね。うん。アクアマリンさん、よろしくお願いします。全日本選手権ショートプログラムの滑走順は、前半グループ1から3と、えー、後半グループ4から5に分けて抽選されます、えー。得点が出やすい後半グループに入ることが重要。うん。うん、えー、と、後半グループに入るには、シード。 2. 特別強化。3. ブロック免除。4. 東・西日本の上位者。1、2、3が何名かによって変わるということですね。なるほど。うん。ジュニア推薦は前半グループになるので、えー、得点が出にくい傾向。えー、頑張って漬物石になってほしいけど。ああ、そうですね。確かに。うん。 昨シーズンは全日本選手権で、えー、住吉リオンちゃんが2番カ関ソーだったかなでしたよ。1番か2番カ関ソーでしたよね。うん。でも彼女結構いい演技して、67点つけたかなと思いますね。うん。えっ、ー、と、ジュシーマラードでしたね。で、吉田花ちゃんが今期国内シニアなのは、全日本でショートプログラム後半グループに入るためと思ってました。あ、そういうことなんですね。なるほど。 そうすると、えー、後半グループに入る可能性もあるということなんで、あなるほどですね、うん。そういう試合の出方をしてですね、するんですね、うん。これもまた面白いですね、やっぱり。選手は作戦を考えなければいけないということですよ、だから。えー、YM さん、よろしくお願いします。アクアマリン様、そうなんですね、教えていただいてありがとうございます。パッと思い出せるのは、 翔馬くんと狩山くんくらいなんですが、ジュニアで全日本表彰台に上がれる選手って、よりすごいっていうことですね。他にいると思うのですが、どなたかご存知の方おられたら教えてください。うん。えー、っと、ちょっとね、そういうことらしいですけど、他にわかる方、ね。うん。いたらコメントいただけると嬉しく思います。はい。まあ、あの、とりあえず、まあ、男子の順位、あ、でも、そっか。そうですね。うん。 え松井さんも一ですさんこんんもですこにちは NHK 杯の時は靴が合わないと思い込み、ステファンコーチがさっきの時の方が高みを望んでいてやって,たやっていた。うん。相馬さんは練習はい,いつも、えー、手を抜いてやっていないのに悲しかった。うん。それで考えて北京オリンピック世界大会同じ靴を履いて出てきたのに、足合わないはずはないと、ずっと合わないと思い込んでいた。それで吹っ切れて、 えっと、2週間前でしょうかね、に、日本で練習して、調子を上げて、スイスに渡り練習して、それを見て、ステファンは目を細め、喜んでいた。うん。ショマさんは次々と課題をこなして、ステファンコーチは、コーチもグレートアップしなくてはと言っていました。えー、グランプリファイナルのとき、ステファンコーチは、ナーバスになっていて、 えー、なんかそうらしいです。NHK 杯の時がね、やっぱ結構あれでしたけども、グランプリファイナルの時は安心し,たしましたかね。うん。長いコメントですいませんということですけどもね。うん。まあ、このまま歩んでいってほしいなと思いますけども。うん。まあ、宇野くんにとってみたら、グランプリファイナル相当自信になったんじゃないかなっていう感じがしますので。うん。 アクアマリンさんよろしくお願いします。ゴールデンスピンはライストがなかあ、そうなんですか、なるほど、えー、なかったようで、クロアチアのスケデン、インスタでメダリストの演技が少しだけ見れました。えー、女子はリンゼイ、キ、え、ン、ー、が、そ、え、う、ー、ですね、あ、キンですねで、ブレディが銀、えー、マデリン・シーザスが銅ということで、リンゼイちゃん、金だったんですね、うん、テレルが銀、えー、なるほど。チャレンジャーシリーズも10大会終了して、 男子合計トップ3は1がケビン・エイモズ君フランス、2番がルーカス君、うん、3がマッテオリッドということですね。女子トップ3はキム・イレムが1位、えー、ポーランド・クラコワが2位、3位、リンゼイんスイス・フランで賞金がもらえます。あ、そうなんですね、スイス・フランで。うんえー、全米選手権4位がもらえるレダルは、えー、ピーター、ペーターって スズです。なるほど。スズですよね。うん。スズということで、えペピューターって言うんですね、これね。うん。えー、ピューターかな。全米はアイスタンスが一番盛り上がりそう。ああ、そうですね。うん。いや、全米選手権楽しみですね、本当あそう。今ね、フランス選手権やっているけど、国方優輝君が、あ国方優輝君ってジュベル門下で出てて、ショート5位だったんで、えどういうことえ国方君って、 フランスなんですか国方君ってあれ僕、あれよく話しましたよ。あの、彼一緒にあの、あのなんだっけ、えっと、シーズンで練習してましたよ、僕。うん。国方優輝君って何今、フランスにいるんですかえ、ちょっと待って、びっくり。<laughs> え、本当にうん。へえ知らなかったですね。うん。 え、へーちょっと待って、頭今回ってます、僕。え、国方優樹君、僕知ってますよ。よ,よく慎吾ちゃんと、西山慎吾ちゃんと、えー、僕と国方君と、あとね、えー、大島公生って一緒滑ってましたからね、本当うん。ショートトップはアダムで、えー、ケビンはステップで勢い余って転倒。リュックエコノミード、えー、アモディオ門下の踊りまくる子は、怪我でフリープログラム危険。欧州戦も、ワールドも、フランス男子も2枠です。え、国方君ってフランスなんですか、今。 もう一回言っちゃいました <laughs> え。本当は、えー、そうなんだ。でも、国方選手、以前ね、えー、ステファン,ラン、えーとジュブレ・ジュベールが使っていたプログラム、なんだっけな、で滑って、あれが好きだから滑りたいって言ってたんですよね。うん、でも、本当、それで滑ってて、全日本てでて、ね、応援してて、わーとか言ってて、2人で。うん、でそれ、え、フランスにいんのえ、ちょっとどういうことえ、待って。 懐かしいいなと思いますねあの子ほんともうね無口でねあんましゃべんない子でほんとねあの練習にすごい子でも先生がちっちゃかったんであんまねそんなには合わな,合わなかったんですけどでもあの結構か黙々と練習してる子でしたね。うん こう本当にど努力の子ですよ、この子は、えー。イタリア、ニコライはさっき欧州戦に出てましたよ。えー、マッテオが欠場した代わりに、えー、来月、ワールドユニバーシティーゲームズに出場します、えー。女子はイタリアはララキナだということですね。うんなるほど、うんえー。ちょっと待って、頭が今、かなり、國方君の話でちょっとあの回ってますね。うん 本当にびびっっくくくりりりです、ね、<laughs> すすねごいいししししままたおおははここささんこんんよろ願ちは私は世界選手権の代表は1枠はもちろん全日本優勝者でいいと思いますがもう1枠はグランプリファイナル優勝者がいいと思います、えー、なぜならグランプリシリーズに出る権利がある人はそもそも前年実績からセレクトされた人で、えー、そこを勝ち抜く力のある人は実力者だからです え全日本のみだとグランプリシリーズ2戦権利があったとしても1戦目から成績が悪かったら2戦目をパスして全日本に集中した方が特に,な特になってしまいファイナル行った選手は体力的に不利な状態になりますから全然公平ではないですうーんまあ確かにですね日本選手はズルが嫌いな傾向があるからえグランプリシリーズをパスする人はいないとあ確かにね うん、そう思いますね、うん。体調不良でパスしたら、すればそれで、影、えー、で言われてしまうなしし、しまうと思うな。うん。まあそうですね。まあ確かにズルが嫌い。うん。なんかそのゼグランプリシリーズパスすると、アメリカとかね、普通にあるんですよね。あの、カロリーナコースターだっ,たって、オリンピックシーズンは本当グランプリシリーズ出たかな出なかったかな確かね。まあそんな感じ、オリンピックだけに集中したりとか、 えー、そういったこと結構あるんですよ、普通にね。うん。まあ、羽生選手が、まあ、ちょっと怪我とかもおっしゃって、ちょっとそんな感じだったりすることもあったとは思うんですけど、ただ、まあ、ほんそんな感じで、えー、大会に出まければいいとかね、うん。ちなみに、あの、僕、マッチとか見ててもね、やっぱ2013年のソチオリンピックシーズン、あの時はまはあ、彼、オリンピック初めて行くということで、まあ、昨シーズンもそこまでね、えー、前年はそんなによくなかったしっていうこともあると思うんですが、ただ、スケートアメリカとかめっちゃ良かったんですよね。 それがソチゴリンでできたら本当によかったなっていうメダル級だったと思いますから。うん、まあ、ね やっぱり後半の方疲れてしまったっていう、前半の方にこうね集中しちゃってねっていうところもありましたけど、やっぱそんな感じで、ああ、これ後半にね、出せればいいな、この演技ってちょっと思うことあるけど、やっぱ疲れが出てしまったりするってありますよね。うん。本当にやっぱ日本選手は結構まあ全力投球を最初からしちゃうので、結構後半の方がやっぱ疲れちゃったりとかってありますよね。うん。YM さん。 よろしくお願いします。ここのところ、女子の試合を見ていて、ずっと気になっていたんですが、ルナヘンちゃんの両脇を固める二人のイケメンは、どなたでしょうかああ、はいはいはい。えー、調べたら、お一人は校長されているお兄様らしいです。あ、そうですね。ヨリック・ヘンドリックスっていうね、お兄ちゃんですね。うん。では、もう一人は、かぶさん知っていますかあこの方は振付師ですよ。名前はちょっとわかんないですね。 うんまあ、僕もちゃんと続けてればこのコーチにフリースケーションを教わるはずでしたがちょっと今年はちょっと気持ち的に上がらないんで。うん、あの あのデニス・クローグロフっていうね、あの、ベルギーのね、男の子、ちっちゃい子、ちっちゃい子っていうか、もう今ね、13歳の子ねなんですけど、その子がね、ベルギージュニアで、準優勝、あ、えっと、ジュニアで金取ったんですよ。まあ、もちろん一人しかいなかったっていうのはあるので、あれですけど。まあ、でもその子がですね、えー、このコーチっすよ。うん、この、えっとえ、えー、振り付け師。うん。だからこの振り付け師、今、あのね、えー、まあ、ルナヘンチャの振り付け師やってますけど、名前はちょっとわかんないですね。 うんえー、ルエヘンちゃんが滑り出す前に必ずテレビカメラに抜かれてる気がする。うん、あそうなんですよね。まあ、ちょっとねいろいろこうあるんですよね。 うん、このお二人でちょっといろいろこうあってまあうんお兄様の方だと思うんですが最初見た時ルナヘンちゃんの彼しかご主人かと思いました、えー、なんかねそんな感じちょっと見えちゃいますよねでもちょっとねまあうーんまあい,いやっていうかちょっとこの話はちょっとあれですけど演技後も綺麗、えー、なルナヘンちゃんの両脇をイケメンが固めお酒でもできそうな感じに見えるのは私だけという感じですね うん、ちなみにあのヘンドリックスはあれアントワープのゲイのパレードにいましたからね。うんえー、それ彼もあのインスタ載せてますよ。うん、はい、っていう感じだけに留めておこうかなと思います。はいまあ、フリースティッシュの方は ちょっとあの魅惑的な感じがありますけどちょっといろんな嫉妬問題とかもあったりするんでちょっとそこら辺はちょっと今度もし何かあったら話しせばと思いますはい。ワイブさんありがとうございます鳥の、えー、オリンピックの頃までもう少し後でもそうだったかもですが以前は世界選手権の出場、鳥の、えー、選考筆頭は全日本優勝者で、えー、次の選出選手にグランプリファイナル最高位かつ、えー、表彰台選手っていうのがあったようなうん、あ、そうですねなんかあったような気がます ねうん、えー、その代わり結果は問わないけど全日本出場必必須だったと思いますうんあそうですよねそう思います僕も、うんえー、ですから今回ならしょうま馬君とえちゃんリクリューただし全日本は出る、えー、そうしないと決まったから出ないってなっては、えー、スター選手が欠場で集結、えー、視聴率に変わるからかなあー そういうことかもしれないですね。うん。まあでも前回のその、その時のルールでいうと、いちゃん、昌磨くはもう確実決定です。まあ、陸里はまあもちろんね、えもうけほぼ決定だと思いますけど、えー、まあ、男女はやっぱしれつなので、でも以前は本当そんな感じで、まあ、グランプリファイナルのまあ上位者っていうことで、まあ、決まりやすかったと思うんですけど、まあこれオリンピックの時だ,っただけだったかな。ちょっとあれですけどね。オリンピックの選考とその世界選手権の選考っていまいちそのは違,う違うとこもあるんですよね、多分ね。だからまあ、 まあそこら辺の選考の基準っていうところであったりとか、まあ、偉い人が決めるってあったりとか、ちょっとよく分かんなかったりもするんで、うん。まあ、とりあえず全、ね、日本の優勝者は決定ですからね。 うんまあ、このグランプリファイナルの,、えーまあ、その選考基準っていうのはいまいちその、まあ、確かに書いてはあるんですけどいまいちその読みてこないっていうところあるんですよね、うん、だからまあ変な話なの三原さんとかがその、まあ、全日本出て、まあ、順位が例えば5位とか,とか、ね、6位とかに下がっちゃった場合それでもいけるかどうかっていうのがちょ,ちょっと分かってこないんですよね、うん、あのそこら辺の,そのバラ、えっと、選考の,なんかそのなんだ基準は書いてあるんだけどいまいちその、ね、ちょっとその よ,よくわかんないっていうのはあるので、うん、やっぱ偉い人が決めていくのかなっていう感じになっちゃいますけどね。ただもう今回はもうここまでこう知名度も上がってるし、視聴率に関わってるってなると、もう三原さんはちょっともう本当にね、もう約束していいかなって感じますね。うん、でも、えー、これで救済あ、えー、と確かにファイナルに出て10日程度で全日本は辛いと思う。でもこれでは救済される選手は最高位の選手だけだからか。 表彰台全員ってわけにはいいかななでですすよよねねそうん男子は特にファイナルに出たことがきちっと出るのかせっかくファイナル頑張ったんだからそのせいで全日本選手権上位うまくいかないのはかわいそうだし。 えー、出られなかった選手にも復活の機会まあ,そうです、ねまあ、あのどこにその選手はピーキングを持っていくかということがやっぱ大事で、まあ、ファイナルなんてすごいやっぱこうピーク持っていく人やっぱいると思うし一旦そのピーク持ってって全日本に挑戦するって結構難しいことかなってちょっと思うんですけどね。うん まあ、真央ちゃんは、ね、現役のときはなんかファイナル出て、えー、なんか次すぐ、休まずにすぐ全日本って言ってたら、まあ、楽しかったとか言ってましたけどね、でもそれは若い,頃若いからできるっていうのはあると思うんですけど、なかなかね、選手は難しいですよね。うん まあ逆にその宇野選手のようにそのモチベーションが高い状態だったら別にね練習のようにできるとは思うんですけどやっぱ常にこう緊張しちゃう選手とかまあもちろんみんな緊張してますけどあともうずっとこうストレスはうストレスの中で出てくるわけですから全日本まで切り抜かないっていう感じでねまあ逆にファイナルでうまくいかなかった選手だから坂本さんとか三浦佳く君とかは逆にね えもう釣りはやってやるっていう風になってるかもしれないんで結構悔しい思いをしてる選手は、えー、ファイナルで悔しい思いをしてる選手は逆に全日本いいかもわかんないですね。うんえー、マリリンさんよろしくお願いします。アイスタッチとアイスコープについて アイスタッツはコンポジションに関係します。えー、構成でどなたかが設計図言っていましたね。うん、あ、そうなんですよ。これはエミリーさんが教えてくださいましたね。リンクカバー、リンク走行距離、えー、ジャンプやスピンの配置がわかります、えー。コンポジションは PCS の3分の1を占めますから重要ですね。アイスタッツはジャンプの入り、出た後のスピード、特に出た後のスピードが落ちないことが重要です。うーん、なるほど。高さ、幅がわかります。 よく本田武さんがジャンプの解説で高さ、幅、流れといい良いジャンプの基本です。うん本当ん、あですね。確かに。幅、流れ。全日本選手権、昭幕4回目の優勝の時フジテレビ開発のご自慢でした。そして、全員は放送されませんでした。ただ、選手、コーチは見てたと思いますよ。その後、テレビ放映で見たことはないかな。これはコーチと選手が見ればいいかも。 いいかと。ああ、確かにですね。まあでも、見てる側としては面白いですけどね。うんえー、もとより、コーチ振り付けは、コンポジションやジャンパー、TES に関わることだから、このようなテクニカル機会を使わずにもやっています。うん シュ、えーモクはノービス A の時でもリンクカバーも最大に、スピードも速い、えー。その頃のジャンプの幅は広いし、スピンもうまいし、あの年代にしたら表現力はずば抜けていました、えー。ノービス B、ジュニア、シニアとすべてを進化させて、今に至るわけですね。えー、今後、アイスタッチや、えー、アイスコープを視聴者に見せていくかといったら、えー、っと、私はない、あないな、ないんですかなるほど。ないと思いますよ。 いろいろ物理量を出すフィギュアスケートですから、また物理の種を撒くようなものと考えます。<laughs> うんね。まあそうなんでしょうけど、まあ、結構どうあれどうでしょうかね？皆さんね。あれ面白いと思いますかね。 うん、僕はまあどっちでもあってもなくてもいいかってちょっと思うんですけどでも分かりやすいじゃ分かりやすいかなとは思いますけどねまあ確かにフィギュアスケートオタク、まあ、スケオタからするとまああのなんかそのね面白かったりとかまあそうじゃなかったりとかいろいろあると思うんですけどもね、まあ、物議にはなっちゃう部分あるかなうん確かに。うん まあもうフィギュアは物理ですよ、ほんとね。うんえー、シエナちゃんの YouTube、鳥の感染レポート前編、面白そうですよ。うん。イギリスの大学院生でハーフ、本職はバレリーナかな。えー、グランプリシリーズのイギリス大会の感染レポートも面白くて、かぶくんへもコメント2回したけど、取り上げて、あこれね、読みましたよ、どっかで。うん 取り上げてもらえなかったなあ多分ね、読んだと思います。多分ね、あ2回,2回のうち、ね、1回はどこから読んだかな。うん、あのコメントが、ね、入ってたなかった可能性もあります、えー。ファンに寄り添ったレポートですね。読んでもらえたら嬉しい。あの一応全部ね、スクショして撮ってるんですけど、あの多分ね、読んだ気がするんですよね。うんえー、マルディンさんもう一トです。 ユうマくんの全日本選手権参戦に思う。えー、狩山コーチパパさんが何度も休むように説得したらしいけど、ユうマくんがガンとして譲らずに参戦の意向。えー、ショウマくん、全日本選手権3回目の優勝の時ショートプログラムの前、足を捻挫。えー、コーチ陣の説得。ガンとして聞き入れず、やりと直した。うん。えー、やりやり,やり通した。えー、コーチといえど、出場するのは本人である。 結果がどうであれ自分の意思が大事でそこから学ぶことが大事うんそうですねまあ確かに、うん辛いミラノオリンピックまで3年あるからもしもうまくんの怪我の治りが遅くなったとしても十分時間があるからね、うんまあ、結局最後決めるのは自分ですからねやっぱね、うん、そのなんかそのやっぱり先生もきやっぱり先生お父さんもやっぱ心配はあるけどまあ結局は最後は自分で決めるということなんでうん。 羽生くんもやっぱ、ね、あの中国大会であんなに大きな頭ね、えー、ぶつかって怪我したけど、それでもやっちゃったっていうね、もう自分の意思なんですよね、もう最後はね。うん